ロート製薬公式 YouTuber の根橋こころです。弟の音です。今日は新メンバーを紹介します。ええ前、マクロ企画の時、このチャンネルに新メンバー入れたいって言ったよね。ああ、言ってたね。今日はその新メンバーが決定したので紹介したいと思います。急だね。それじゃあ呼びますね、ネバシー。みんなこんにちは。今日から新しい仲間として加わったネバシーだよ。よろしくね。わあ、ネバシーよろしく。心ちゃんよろしく。おとくんもよろしくね。よろしく。おとくん、君にまず初めに言わなければいけないことがあるんだ。何ですか？僕は君のことをあまりよく思ってないよ。いや、なんでだよ。心ちゃんのことを一番理解しているのはこの僕だ。だからおとくん、君と僕はライバル関係ということになる。なんで？僕はこのチャンネルの準レギュラーの座を狙ってるんだよ。おと、負けないように頑張ってね。これからたくさん動画に出たいからみんな覚えてほしいんだ。聞きたいことがあったら何でも聞いてくれ。何でも聞いていいの？いいみたいだよ。男、女？性別はない。は？僕に性別などない。何歳？119歳。119歳？119歳？119歳。どこで生まれたの？大阪。大阪のどこ？大阪のロートの本社の池。本社の池？はい。池？はい。いや、でもそこに住んでたんだけど埋め立てられたので。埋め立てられたから。今はグランフロントの水場にいます、うん、基本的に水辺にいるってことね。そう、僕はネバッシーだから。その理由がよくわかんないけどさ、好きな食べ物は？好きな食べ物はココロちゃんとイチゴ。ちょっと待って。あ、そっか。なんで姉ちゃん食べちゃうの？好きな食べ物はイチゴとさつまいも。あー、いちごとさつまいもね。あー、はい、なるほど。特技は？特技は泳ぐこと。なんか他にないの？頭に乗っているいちごをココロちゃんに届けます。それは特技なのかな？特技です。そっか。僕は頭からいちごが生み出せます。いりますか？あ、いや大丈夫。今はとりあえず大丈夫だから。趣味は？趣味ココロちゃんにいちごを届けること。もうそれしかないだろ絶対。だって今初めて水場からここに来て何をしたらいいですか？ちょっと待って。あ、そっか、準レギュラー狙ってるんです。今から趣味を見つけます。ブレブレじゃねえか。趣味を教えてください。俺の？サッカーとゲーム。ゲームとは何ですか？ゲームは機械だよ。じゃあ僕もそれをします。ココロちゃんがだって楽しそうにやってるの前見たから。知ってんじゃねえか。ゲーム知ってる。もっと何でも聞いてくれ。119歳でしょ、うん、昔から日本のこと知ってるってことだよね。もちのろん。なんか一番印象的な出来事とかは？印象的な出来事、クリスマス。119年生きてそれかよ。友達は？友達いる？ごめん、質問変えようか。ココロちゃんが友達です。次で最後にしてください。次で最後。これからどうしていきたいの？将来の夢は？このチャンネルの準レギュラーの座を僕は狙ってます。噛んだからダメです。うるせー。というわけでこれから頑張っていくのでよろしくね。おとくんのポジションを奪ってみせる。いや無理だよ。なんで？だって声変だし、キャラもブレブレだし。いや変じゃないし、キャラブレてないし。僕はこのキャラを守っていつかロートの製品のパッケージに乗ってやるんだからな。これは絶対無理。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら。チャンネル登録をせねばと思った人はこちら。Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしく。